55号では左側フロアを取り付けます。今回付属するパーツです。シャーシー左側にパーツ01のフロアをはめ込みます。この時ネジ用の突起のある部分を押し込んで、ネジ受け部分をフロアの穴にしっかりはめ込みます。次にフロアパネル後方をパーツ04のネジ2本で固定します。次にシートマウントを取り付けます。シャーシーの突起に矢印が前方へ向くようにパーツ03の L1 を左側、パーツ02の L2 を右側にはめ込み、パーツ04のネジ2本でそれぞれ固定します。これで55号の作業は終了です。アシェット。